はい、こんにちは、桜沢です。このチャンネルでは主に新人動画マン、インビトゥイナーに向けての実践で役立つ僕の現場感から作ったコンテンツを紹介していきたいと思います。さて、今日は明日から使えるクリーンナップの時に気をつける線の引き方を紹介していきたいと思います。技術担当の翔吾さんを呼んでいますので来てもらいましょう。では翔吾さん、あとはよろしくお願いします。はい、どうも、スノーパリ、翔吾さんです。今日は皆さんにクリーンナップの時の線の引き方をワンポイントアドバイスしたいと思います。これを知っていればスピードアップ間違いなし。それでは早速いってみましょう。1分間クラッキング。今回はこの原画を使って説明していきたいと思います。まず皆さんに伝えたいのが、絵の情報の 70% は線と線のつなぎ目を消したこの画像で表示されているようなラインだということです。このパーツを曲線ツールなどを駆使してしっかりと綺麗に描けば、消えている箇所を人の目が補完してパッと見できているように見せることができます。そしてここからが本題。先ほどの絵で消した箇所、線と線のつなぎ目、通称 T 字をインビトゥインをするときに意識してください。このような線の部分ですね、その部分をスムーズに、見えてない部分の立体を意識しながらつなげてください。インビトゥインは一本の細い均一な線で絵を表現しなければならないため、ごまかしが効きません。これを意識することで、自然と立体を意識して描けるようにもなるし、線のつなぎ忘れもゼロになる。手間が減って作業スピードも上がるという、一石三鳥のテクニックになります。はい。では、T 字を意識した絵と意識していない絵を比べてみましょう。パッと見は2つともできているように見えますが、じっくり見るとクオリティの差がはっきり出ていますね。 T 字をしっかりと感じれているかが一本線で質感を表現することにもつながっていきます。誰にでもすぐできてクオリティアップができる速攻性のあるものがこの T 字になります。皆さん、おさらいしますよ。クリーンナップの時は T 字を意識してくださいね。それでは順番に